来い、無料アイテム、無料アイテム来い、来たこれ、ナイス、あこれだ、ナイス、 AD やりだ、10倍ナイス、 AD ナイス、来た来た来た、すごい、かける3、うわバグってる、10倍、うえーい、10倍、出た、4個、ありがとうございます、特命さん、有料アイテム、プロデューサーこれ、AD やりだす、AD、AD やりだす、10倍 AD やりだす。うわ、すげえ。10倍 AD、AD やりだす。AD すげえ。AD やりだす。バグってるもん。ナイスー。AD やりだす。うわ、ガガガガガってなるもん。AD やりだす、10倍やりだす。出遅れた。10倍で足す。11になったらいきなり。10倍です。 AD ナイスナイス、10倍ナイス。番組になってる俺、しかもジャングルポケットにあるかも俺、1になったら、1が6位。 AD やりです、 AD やりです。うわー、なんかあ、これ有料アイテム来ても分かんなくない、これ20個投げてる人、これいいねか、エディアです。あ、モンちゃん CM なんだ、なんで番組じゃないんだろう、めんどくさいからじゃないですか、めんどくさいの、だめんどくさいじゃないですか、これだって実費ですよ、行くの、あ、まあね、よく考えたら、うん、結構めんどくさくないですか、そう、うん、ギャラじゃないし、まあ、あ、おめでとう、ありがとうございます、多分番組の方がいいな、会いたい、ジャングルポケットに、斉藤さんに会いたいの、斉藤さんに会いたい、俺だって俺さ、俺いつもコント見てるもん、俺、あジャングルポケットのファンなんですね、ファンなんだよ俺、大好きなんだよ俺、あのね、ロンドンハーツ出てる時から面白かったんだよ、あバズライト、いや無限の彼方、あれだす、10倍だす、敬語なんですよ、敬語する、あ、サブアカからだ、10位になった、これ何位まで入るの予選は、あ、メキチ君すごいじゃん、何位まで、あ、ブルさんがもう1位じゃん、すごい、うわー、やだす、 AD AD ください、皆さんこんばんは、ね、猫ちゃん眉毛抜きすぎだよ、抜きすぎ、うん、AD やりだす、メガハルですAD ありがとう、9位になった、やったぜ、各上位60名が60名からまた本戦が始まるの、そう、いや、からそうっすね、本戦がAD ありがとう、 AD ありがとう、 AD ナイス、うわ、 AD 半端ない、10倍ナイス、メガファイト、風船と、うわこれだ、んプロデューサーミラクルさんです、1万回になりました、ふわピーのピーって何なんだろう、どういう意味なんだろう、あ、有料アイテムのこれプロデューサーってこと、これプロデューサー、そう、プロデューサー、あ、やっぱそうなんだ、プロデューサーだ、これ1個いくらの、これ1個いくらだろう、AD やります、1個120円ってことは60円入る、でもなんかこれ半分じゃなくなったって噂だね、 4割だっけってことは50円ぐらい、 AD やりだす、ナイス、 AD やりだす、毛がすげえなこの家、AD やりだす、10倍までとナイス、ありがとうございます、 AD ありがとうございます、無料 AD ありますコロコロした方がいい、これ掃除かけないとダメだろこれ、掃除かけましたよ、ダメだろこれもう2回ぐらいかけた、遊ぶときあっちの部屋で遊んだ僕ね、こっちの部屋出すのにね、これ半端じゃないよ掃除機が、わかりました、やめようこっちも、あ、空気清浄買ってないね、買ってないじゃないですか、AD ありがとう、
コロコロもキリがないですよ。イベントって何ですか、どんちき。いや、イベントってこれ今やってるじゃないですか、番組に出るんです。またなんでこのプロデューサーっていうね、有料アイテムあるんで、それを投げてくれたら嬉しいですね。ちょっとあ、ハムちゃんありがとうございます。あ、マイコーちゃんありがとう、ナイス。 AD ありがとう、特命だな。AD ありがとうございます。バズライトイヤーだ、バズライトイヤーだね、本当は区切るんでね、うん、バズライトイヤーじゃないんだよ、バズライトイヤーだ、敵ではない、安心しろ。バズライトイヤーじゃないですか、バズライトイヤーか、バズ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 ライトイヤーだ、バズで区切るんですよ、なんかよく聞いてたら。久保健が3位、ほんとだ、すごすごいね。あ、川尻達也もすごいじゃん。ウェーイ、かける5、ナイス花火、ナイスナイス、ちさんありがとうございます、すごい。お名前は、ありがとうございます、ジャスティス、マンスリー2冠ですね。今日バズ事件ないんでちょっと暇なんです。最近なんか平和じゃないですか、まあ嬉しいんですけどね、平和の方が。スペースレンジャーなんで、やっぱ渋谷の交番でもさ、あの警察24時でも暇だとあれネタないとダメでしょ、なんか事件起こしてくんないと、なんか起きそうだけどね今日。でもこれさ、鮫島君言ってるからね、なんか事件起こりそうだけど。そうっすね、うん、なんかやらかすね、この人。あ、ゼロワン切ったの、もう枠切ったね、ゼロワン。あ、始めたの、もう一回。 AD です、そう、コロナもあるしね。ウェーイ、5倍ナイス、おめでとう、せいさん今後も頑張ってください。 ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます、うん、うん、5倍ありがとうございます。あ、おめでとう、ロケット花火、ナイス、特命さん、ナイス、ウェーイ、ありがとう、はい、ナイス、ロケットナイス。無料アイテムありがとうございます、ナイスもありがとうございます、よかったな、してお前のおかげだよ、んお前のおかげで。そうなんすか、うん、なんで、いや、ほんまにふざけてくれたから、お前のサポートがあったからで、ありがとうございます。今日バンバンジーしか作ってないですよ、うん、いつも洗濯とか料理とかいつもありがとう。今日でも元嫁に会いに行っちゃったんですけど、あ、知らないです、知らなかった、はい、あのただ良い気分だった人だけなんだけど、あ、じゃあいいことじゃないですか、いいことじゃないですか。どうでした、太ってた、そういうのは言っちゃダメです、うん、そういうのは言っちゃダメです、太ってた、やっぱね、あの嫌味を言われたね、ちょっと。なんで？ね、猫間ちゃんとお幸せに言われた。嫌味なんですか？多分、嫉妬してると。なんで？あの一緒に別れてから、はい、女ができて、はい、こう右肩上がりだから。そうなんですか？そう。一言言ったけど。特に、でも麻代子さんって元嫁さんだってあれじゃないですか、あの彼氏行ったり、はい、あー、ファンタスティック、ナイス、ちいさん、ありがとうございます、ナイス、すごい、
ありがとうございます。バズライトイヤー無限の彼方へ、さあ行くぞ。これやないですか。これもやる、これもやりましょう。ありがとうございます。ナイス、すごい、揚げまんだね。揚げまんだ。うちはおために一言言って。一言、うん、無茶ぶり。一言、ペヤング面白かったです。いいお腹かよ、お前ディスんないのかよ。ディスった方がいいですか。いや、昨日、うん、改めて YouTube で見たんですよ、元嫁さんの、めちゃくちゃ面白いなと思って。ああ、はい、汚かったでしょ。いや、それがなんか面白い、うん、女の人やんないじゃないですか、こんな、うわーみたいな。まあね、そこがなんか、あ、カップルですね、うん、完全にがっつり2月22日から付き合ってます。人にすんの苦手なの。あ、何、もんちゃんとかも投げてた。あれ爆弾でした。すげえ。 AD ありがとう、おくめさん。これカップルじゃなかったら何者なんだろう。でもこれカップルですかって聞かれるんだけど、はい、カップルじゃなかったら逆に何なんだろう。お父さんと娘みたいな感じなのかな。一回行ってみる、今度証券さん来たら。そうですね。付き合ってるんですか。いや、付き合ってないです。じゃあ何なんですかって言われたら、親子です、親子ですって言ったら信じんのかな。それいいですね。ね、うん、次からそうする。次から付き合ってないですって言う。もう親子です、親子ですって言う、うん、じゃあパパって言った方がいいですか。そうだね。ありがとうございます。ありがとうございます。親子にしよう、もう次聞かれたらね。はい、似てるって言われたら、まあ自分の娘なんで。あ、妹のはいい。ああ、どっちがいいか。そう、どっちがいいだ。妹のはいいか。でも38でしょ、27でしょ。ありえるかな。ありえますよ、だって私お姉ちゃんと10個離れてます。ありえるか、うん、じゃあそうする、うん、妹ね、はい、次来たら。何て言うの。お父様。え、ちょっと待って、お兄ちゃんなんすよね。あ、そうか、うん、お兄さん、お兄さん、誠二さんでいいんだ。誠二さん、おかしくないですか。誠二さんでいいよ。兄貴じゃなくて、うん、誠二さん、誠二さん、おかしくないですか、兄弟で、うん、そうそうそう、敬語好きなんですよ、俺。ああ、番組そうですね、出演したいです。素敵なカップルですね。よかったら食べさめ聞きたいです。あ、ふわぴー5個、ナイス、ナイス、食べさめ、ありがとうございます。うわ、すごい、職人さんかな、前から潜ってたかも。ありがとうございます。食べさめはまあ、前に付き合ってた彼氏さんがいて、その人がちょっとホームレス生活してて、そのホームレス生活をしてるのを僕がドキュメンタリーで、インタビューみたいな感じで配信で使ってたんですね、元彼さんを。その元彼さんがちょっと別れ話になって、で何回も戻ってたんですね、くっついたり戻ったりしてて、でいい加減にもう戻るのやめたらってなって、いい加減がすごかったんで、喧嘩がひどかったんで、ですごい落ち込んでたんです。別れて減らってて、で僕がこう減らってる猫まちゃんを見て助けに行ったんですけど、なんかいい女になっちゃったんですね。もうすごい髪の毛もボサボサで、もう田舎っぺの女の子だ。それを僕は美容室とか連れてったりして、どんどん可愛くしていったんですよ。ただなんか一緒にいたら、もうムラムラしちゃって、まあフェラさしたんですよ。付き合ってないのに。フェラさして、それすごい気持ちよかったんです。それで付き合いました。フェラしてもらった。付き合ってないのに。
それが決め手ですね。付き合おうかってなって。でも明るくなった。前暗かったですもんね。